はい、ということで、前回、前々回と、何でしたっけ？前回、一番最初のが重大発表で、法人設立と、法人化して、活動していこうっていう話で始めましたよっていうのが、一本目の動画。そして、二本目の動画が、その法人化し、最初どんな形で、三人組になってね、三人組でどういった形で運営していくかというか、何をやっていくかっていうのをちゃんと決まってなかったのが、法人化してやっていくぞっていうふうに決まって、で、そうなってくると、じゃあお金をどうするかっていうのの、お金の説明しなくちゃねっていうことで、皆さんにもその説明をするぞっていうのが、重大発表の続きの動画みたいな感じにした。借金をね、ミスター借金の木島が借金をして、このようにね、始めてますよっていうのが、前回の動画。そして今回の動画。これ何の動画かっていうと、ちょっとね、まあ見てみてください。出てきますね。はい。サムネにしたか？サムネにしたな。サムネにするんだ。木島君がいっぱい勉強したんで、差し入れの、でかスイカをですね。でかありがとうございます。ありがとうございます。塩かける派です。非常に、ね。そうですね。あったら途中から。非常に美味しいスイカでした。これなんでやってるかっていうと、間違ってノートの一人の量でこんだけいろんなメモがね、久しぶりですよ、出まくってたから。ちびっこの時以来ですよ。これがいいじゃないですか。ちょっとしばらく黙りますんで、このスイカ食べてるシーンの後また話し出しますんで、勉強のことやら、最初何しようとしていったのがどう、まあいいや、ちょっとしばらくお願いします。いただきます。うまいですね。うまい。甘い。最高だな。今スイカって年中あります？うん、あるんだ、うん、あんま気にしてやっぱ夏にならないと見ないですもんね。普通のスーパーじゃないですよ。ああ、うん、大きなとこで食べる。はい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 。これあの OK のやつだから。高級じゃないですか。そうか。今一歩じゃない、やっぱり。このなんかね、スイカと塩ってすごい合いますよね。最高っすよね。合うよね。うん。あ、おいしい。このこんなに食ってもほとんど水分だからさ。まあ確かに確かに。いいよね。いやー、久しぶりに食べたな。僕ら子供の頃ちょうど、うん、志村さんの、うん、めちゃめちゃ早く食べる、懐かしいね、あれとか、その後のなんだっけ、スイカ男みたいな、うん、加藤ちゃんケンちゃんご機嫌テレビかな。あ、あったね、それも。はい、あれがすごい流行ってて、俺らだけの頃はあれじゃないの、スイカってのは夏の代名詞だったから、みんなさ、身近だったんだけど、今のこっちはそうでもないでしょ。かもしれないです ね。昔ほど。そうだよね。今もいろんな食べ物もあるじゃないですか。そうだよ。このごちそう感、特別感っていうのはないかもしれないですね。なる、たまらんだよ。やっぱ特別な食べ物だもんな。しかし甘いな。非常にうまいね。いいっすね。種食べるとそのスイカ男、スイカマンどっちかなんですけど。そうそうそう。なるとか。うん。ああ、なんだろう。うん。うん。スイカの果汁で溺れそうになりますよ。うん、素晴らしい。で、皮もなんか、うん、うまくすりゃ漬物かなんかになるんですよね。そう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 。一回だけどっかで食べたことあるな。自分自身ではそこまでやったことないですけど、あの
静岡の人がさ、あの メロンの米、ちっちゃいメロンを育てて、種類があって、それこんぐらいの、こんぐらいの、それをメロンなんだけど、それをね、あの漬物にして食べるのよ。どのスーパーでも売ってるよ。あ、そうなのか、うん、静岡行くと、うん、結構名産品みたいな感じ。そうそう、メロンとスイカがある名産だからね。美味しいね、本当に。はい、もうこれ最高のね、いやー夏を感じたね。最高の夏を感じた、もうナイススイカ、絶好調のスイカでした。めちゃめちゃ美味しかったです。ペンペンさんありがとうございました。これなんで早送りしてるかっていうと、もうこの途中で話してる内容は放送禁止用語と使ってるわけじゃないんですけれども、のっけない方がいいなっていう内容とか、あとはペンペンさんのことを普段僕はペンペンさんって呼んでるわけじゃなくて名前で呼んでるからね、その間違って名前で呼んじゃってるとことかのがこうたくさんこう複雑に入り組んでましたので、これはもう早送りだとね、もう音声全部カットして早送りしちゃおうってことでね、やったわけですけども、こうやってね、ああ、そう、勉強、もうこのペンペン、あぶね、また今名前言うとこだったよ。このペンペンさんも、何十年も前っていうか、自分で会社を立ち上げたりとかするときに、ここで自分で勉強してやったんだと。ただ俺の時はコロナじゃなかったんだからな、ということでですね。もうそうだったんですよ。僕がちょうどこの作業をしてる頃、コロナの真っ盛りだったもんですから、いろんなところでのその対面の指導とか、リアクションでね、いろいろ教えていただいたりとかしてやれるっていうはずで始めたんですけれども、そういうのがもうなくてですね、もう全部本読んで書いて持ってって失敗して持ち帰ってみたいな、なんかそういう感じにしなくちゃいけない。まあ、これまだその申請の前なんで、その勉強段階なんですけども、教えてもらえるんですか、その対面でできるって聞いたんですけどって問い合わせしてもね、全然できなくてですね。もう今の時期はそういうのはダメなんですよっていうので、まあそれで哀りしました。まあ、大変しましたね。もう僕のようなノータリンでさ、そういう勉強もしたことない。ね、会社設立のそういう、なんかそんちら系のことなんて分かりもしないっていう人間にとってはですね、なかなか手こずるようなあれだったんですけれども、まあこの本を読みながら非常に分かりやすい本でしたし、またネットで調べたり、で、わからないことあったら、ペンペンさんの時はどうやってやりましたって聞いたりとか、ここ、本当にこうやってあったんですけど、これどうしたんですか、実際にこう、やられてる方が近くにいるっていうのは、本当に安心ですよ。うん。まさにその話だ。必要もできる。まさに話。そうそうそう。何なりとどうぞ。木島君お疲れ様でした。はい、で今日は、会社を作る前に知っておくこと、やっておくことという章と、その前の税金の話を少しさせていただきたいと思いますけど、税金というのは基本的にお国が決めた制度に基づいてお支払いするわけですから、まあそうそうそう。こうやって僕が一応勉強というかその本読んで、これを進めていって、で、こんな感じで やりました、つって話したり、もう本当にちゃんとここ読んだのか、お前、文字数えただけじゃないのか、つって話になって、ちゃんと見たのか、とかいう話をしたりとかして、で、じゃあちょっとテストしよう、つって、こういうふうに、ここの方は、こういうふうに、書いてあるけど、どういうふうに理解した、つって。こう思いますとか、こういうふうに思うんですけど、これって実際どうなんですかって僕は聞いたりとか、いうことで繰り返しながらですね、文章にする前にですね、その、定款作る、その前の段階のこれあれですから、んこの時はそうだな、まだな。まだ定款の段階だ。その次のあれじゃないもんな。まあ、いろいろね、提出するものもあったもんですから、何の話をどこでしたかもう覚えてないんですけど、まあ、そのようにして、いろんなね、この勉強をしてたわけでございますよ。そう、勉強したりとかして、あと、その、教えていただいたり、質問したりとかして、まあまあね、なんとかこうね、先に進めていくぞと、気合を入れて進めていって、まあ、次回の動画で、申請、どこに何を持っていって、こうした、こうしたっていうのの話に進んでいきます。よろしくお願いします。続きも。